川春樹のキャリアハイが理想の一番打者すぎる W。西川春樹。314、493、155、5本、43打点、41盗塁、OPS、802。二塁はダメな。ケイスケの後継者おらんとか言っとったが。もはや西武栗山の上位互換やろ。優勝決定のレフトフライ取った時ダサかった。近藤みたいに1年で終わらんでくれよ。結局どこのポジションメインで守ってるんや。アウトカウント数えてからボール投げ込むのほんと好き。盗塁王を取った時ってセカンドで出てなかったか。体は学習してるんやろうけど頭で学習してないからいまいち覚醒って感じがしないわ。こんなに長打良くなかったか。動画を作成する活力になりますので、チャンネル登録していただけると震えます。